我孫子市立我孫子第一小学校は、千葉県我孫子市を通る国道356号線近くにある公立小学校。通称は、一小。我孫子市でも歴史が古い小学校である。我孫子駅から歩いて15分のところにある。正門を入ってすぐ右手より、校庭を右半分囲むように、グリーンウォールと呼ばれる森と道がある。二段構造になっており、二段目の排水溝には、オタマジャクシや水中生物などが生息している。木登りができる木が多く、子供たちの遊び場としても人気が高い。また、マラソン大会でのコースにもなっている。平成15年度まで、日本で愛鳥モデル校に指定されていた。校内には、他校にはあまり例のない、野鳥観察クラブ、愛鳥委員会と呼ばれる組織が存在し、各教室のドアの窓は鳥がデザインされている。また、鳥の博物館空の仲間たちという教室が存在し、野鳥観察クラブ、愛鳥委員会の活動場所のほか、鳥に関する本やビデオ、鳴き声が収録された CD などの資料が大量に保管されており、誰でも閲覧することができる。後述するクラブ活動の一つで、手賀沼や学校周辺を散策し、時には外部講師の方の指導も受けて野鳥観察を行う。観察は記録にとり、後で整理をする。平成13年度には夏休みにツバメ体験隊と称し、市内各地でツバメの巣を探してマップにした。また、ツバメの巣のある家の方などにお話を伺い、いつ頃から作り始めたのかなど、詳しい情報を収集。さらには、我孫子市長の博物館の方からも、ツバメについてお話を伺い、最終的には論文にまとめ、現在は鳥の博物館に報告資料として保管されている。校内のクラブでも最も活動に時間をかけるクラブである。1872年9月4日に学生が公布され、近代的学校制度として小学校が設立されることになった。我孫子塾を中心とした第五第九二小区は、我孫子塾、根戸村、宿連寺村、布施村、高野山村、久慈家村、柴崎村、青山村、下賀戸村、岡堀戸村、飛ぶ村、中峠村、中里村、飛ぶ神殿、岡堀戸神殿、青山神殿、我孫子神殿、根戸新田、夜塚神殿の一宿12村六神殿であり、我孫子宿円寿院に本校を置き、各村にあった村塾、私塾を分校として開校した。運動部文化部その他年に10回、1ヶ月に 1.2 回ほど、クラブ活動の時間が4年生以上には設けられている。廃止されたクラブ。ありがとうございます。